ブルノワは、フランス、イルド・フランス地域県、エソンヌ県のコミューン。パリの南東、約21マイルの地点にある。セーヌ川の支流イエール川が横切る。コミューン南部は、セナールの森に含まれる。ブルノワ最古の名前は、ラテン語のブレンナドゥムである。ブレンとは、ケルト語で狩猟を意味し、ブレンナドゥムとは、ブレンの家を意味するという説が優勢である。 1799年には、ブルーノイと綴られていたが、その後現在の綴りとなっている。カッシーニ地図に描かれた、ブルノア19世紀のイエール川戦士時代のブルノワは、二つの地区に分かれて、人が暮らしていた。セナールの森にあった砂の採取場と、イエール川の湾曲部である。5世紀以降、フランク族がこの地域に定住した。638年、ダゴベルト一世は、 ブルノワの王領を分散させた。同じくサンドに教会もブルノワの土地を受け継いでいた。ブルノワはいくつかの報道に分けられていた。トゥルネルは王領で砂イ主張の近くに城が置かれていた。この軍事用の城は1346年にフィリップ。唯一残っていた塔は1836年に崩れ落ちてしまった。分散化されていた報は ラノワ家によって再度まとめられた。1656年、アンヌド・ラノワは、ブルノワを、持参金として、エルブフコシャルル・サンセイド・ロレーヌのとへと嫁いだ。1676年、ブルノワを含む報道が、ロシュフコ家のものとなった。1722年、王の財務官、ジャンド・モンマルテルがブルノワの報道を購入した。1757年に、ブルノワは、 公爵領に昇格した。彼は多額の資産を継ぎ込んで城を飾り立てた。彼の城をルイ15世やポンパドゥール夫人が訪れている。ジャンの子であるブルノワこうアルマンの代に過敏な生活がたたって、ブルノワ公爵領は再び売りに出された。次の領主はルイ16世の弟である、プロヴァンス博、ルイスタニスラスであった。彼は自分の好みに城を改装し、 セナールの森で狩猟を楽しんだ。フランス革命によって巨大な城と領土は廃された。1849年、ブリュノワに鉄道が敷かれた。ベルエポック期、イエールガーゾンやセナールの森にギャンエットやバーガの木を連ねた。同じ時代に土地の分譲が始まった。ブリュノワは住宅地へ変貌していき、1906年に人口が2745人であったのが、 1936年には8149人に達していた。20世紀半ばから大規模な集合住宅群が次々と建設されていった。1968年に建てられたレゾー、マルデル団地は約6000人が住めるものだった。ブルノワは右派傾向のコミューンである。ブルノワにおける2002年フランス大統領選挙の第1回投票ではジャンマリー・ルペンが 約15%の票数を獲得して、首位となった。しかし2004年の地方選挙や EU 関連の選挙ではファ寄りの傾向が見られた。ブルーノイスエスキースイーストリック、プルミエールパルティ、チャールズ・マタホ。ありがとうございます。